2009年2月撮影、ユーリ・ボリソビチ・ノルシュテインは、主にセルロイドに緻密に書き込まれた切り絵を用いる、短編アニメーション映画などで知られる、映像作家である。ソ連・ロシア国籍の東欧系ユダヤ人である。妻のフランチェスカ・ヤールブソワは、ノルシュテイン作品の美術監督を務めていた。第二次世界大戦線時下に、疎開先のペンザ州。 コロビンシチェンスキー地区アンドレイフカ村で生まれた。1943年にモスクワに戻る。家具職人をしていたが、1959年にソユーズムリトフィルム連邦動画スタジ付属のアニメーターコースに入学。卒業後、ソユーズムリトフィルムで、セムシのコーマ、森は生きているなどのイワンイワノフアノや、ミトン、チェブラーシカなどで知られるロマンカチャーノフなどに支持する。 アニメーションの声優として参加もした。1987年に行われた第2回広島国際アニメーションフェスティバルの審査員として初来日した際に同じく審査員だった手塚治虫からサインを求められベレー帽をかぶったハリネズミの色紙を描いた。1993年アニメーション学校とスタジオを設立。 1995年の原画展示会にて、スティーブン・スピルバーグに既存の作品を米国で公開する際、共同監督としてクレジットするように求められたが、断った一件について言及している。2014年のロシアソチオリンピックでは、開会式でロシアを代表するモチーフの一つとして、霧に包まれたハリネズミが取り上げられている。同年、テレビ東京の番組、U は何しに、 日本への直撃取材も受けた。セルゲー・ゼンシュテインに強く影響され、モンタージュ技法を好んで使う。老人と海で知られるアレクサンドル・ペトロフとは、指定である。好きなアニメーション作家は、フレデリック・バック、ノーマン・マクラレン、川本・紀八郎、個人的にも交流の深い高畑くんなど。ディズニー作品も小さな頃から好きである。公演などでは、 ミケランジェロ等の多分野の古典にも言及し、日本の視界の造形も深い。CG アニメーションを嫌っており、人間の想像力を阻害した者からは、何も生まれないと苦言を呈している一方で、羨ましく思う一面もあるという。手塚治虫は、アドルフに次ぐにおいて、ナチに射殺される、ユダヤ人バイオリニストの名前に、彼の名を釈用した。また、手塚は、 単行本ではカットしているが自作の漫画、火の鳥の太陽編で、話の話に登場する狼を雑誌掲載時に一コマだけ出演させている。ミシェル・ゴンドリーは、病苦のヒューマン・ビヘイビアのミュージックビデオで霧に包まれたハリネズミのモチーフを引用した。大地平太郎は、十兵衛ちゃんにシベリア野牛の逆襲マイナスに、 彼の霧に包まれたハリネズミのハリネズミを模したキャラクターを登場させた。同作品ではノルシュテイン自身がマスコットキャラの声優として出演している。ありがとうございます。